ソフトバンクに FA で加入した山川穂高内野手が自身の人的保障で西武移籍した甲斐野洋投手について胸中を語った。この日甲斐野が西武で入団会見、内容は避けたが山川とやり取りしたことを明かした。この話題について振られた山川も連絡しましたと認め、今回の件でチームが変わってしまい忙しい中バタバタさせてしまったのでお詫びしましたと謝罪した思いを口にした。続けて、ただプロ野球の世界でこれからも戦うと思っているのでいい勝負がしたいという話も連絡しました。しっかりいい勝負ができたらいいピッチャーなのでとリスペクトの思いを口にした。フロントが謝罪しろ定期、これに関しては悪いのはフロントやろ、悪いのは味方だ。本当は何とも思ってないくせに謝罪するようなことなのか。 FA 移籍の人的保障ってこういうものや、本当にすまないと思うなら FA 移籍するなよ。実際のとここいつが反省すべきとこって何や。西武なんかに行かされてごめん。余計惨めじゃねえかよ、やめたれよ。こいつほんまアホやな。こんなことしたら今後 FA 入団する選手全員が謝らなきゃならんようになるやろ。さすがにこれはかわいそうや。そういや和田は甲斐野に表立っては何も言ってないな。和田さんは考えたくないから。僕は謝りましたよ、あなたは。まあさっさと宣言してさっさと契約してたら人的保障がもうちょい早い時期に決まってたところはあるわね。山川のこの謝罪もわざとらしいパフォーマンスやろ。謝るだけマシやと思うんやが、これは意がおかしいんか。上から29番目なんだから自信持てよぐらい言って励ましてほしかったわ。今しめよ。甲斐野遠慮戦で A で徹底してビーンボール投げまくったらや。甲斐野相手にしてホームラン打つのが唯一の恩返しやろ。千の言葉よりもいい選別になるで。かたくなにライオンズとファンには謝らないスタイル。ホークスの有料チャンネルの記者会見で西武ファンに謝ったで。なおその後すぐ西武公式インスタのフォロー外した模様。よっぽど謝るの嫌だったんやろな。今回の件だけに限定して言うなら山川はルールにのっとって FA しただけやからな。別に何も謝ることはない。ほんまになんでこんな大枚はたいてまで取ったんやろな。ここまでの条件やなくても取れたのにね。でも甲斐野にとっては最高の遺跡やろ。プロ野球選手って一軍にいることが全てだから、選手にとってはチームの層が薄ければ薄いほど良いから。甲斐野にとってはラッキーやろ。ソフトバンクで便利屋やっても年俸上がらんし、西武も言うて上がらんけどな。ホークスチップス山川おらんくてくさ。人的保障の方が権利獲得者よりウェルカムされた例って他にあるか。いや普通に山川歓迎されとるで。もしそう見えないのであればネットの一部の声だけがでかく見えてるだけ。山川も甲斐野も歓迎されてるよ。守護神争いは西武の層なら甲斐野は一番手やろしな。おっさんの増田とか未知数の外人より確実に目処が立つし。言うほど山川のせいか。自動 FA6 年保証等一切なし、これだけの話や。選手会がこれに賛成したらすぐ終わる話やんけ。和田は謝罪せんのか。この件は山川も謝罪する必要もなければ和田も謝罪する必要ないよね。悪いのはフロントなんだから。まあこれはフロントが悪いな。SB 甲斐野って成績と年俸を見比べてみるとちょっと年俸安すぎてかわいそうだよな。山川は唯一ガシマンで怪我させたことだけ反省すればいいよ。奥さんは不倫許してるんだし。山川取ったせい甲斐野いなくなって和田も悪者になったけど、そんなにしてまで山川欲しかったん。西武なんかに行かせてごめんなら伝説になれた。山川は何も悪くないやん。勝つために FA で選手補強したらドラフト指名権が消えるとかメジャーでもやってないのに。よく言われるトレードできる指名権って貧乏球団に与えられる特権のことやぞ。補強のためにそれを手放してシーズン勝ちに行くのは良しとされてる。山川を獲得したホークスを応援できる女性ってどんな意識なんだろうか。山川叩いてるのはタカガールになれない平家ババアと弱男だけやぞ。山川マジで偶成人やんけ。人的保障で出ていく選手なんかにわざわざお詫びの電話入れる選手とかプロ野球史上初だろ。山川に声かけてやることが優しさと勘違いしてるバカガールおるよな。そうやって調子乗せて勘違いした山川がまた同じことを繰り返すぞ。ひもて弱男が山川に嫉妬。俺のせいでっていう言い方はダメだろ。 FA という制度を利用しておいて批判してることになる。山川は和田にも俺のせいでイメージ悪くなってごめんって謝らないと。FA 選手を獲得するとこうなるんだぞと言って12球団を戒めるための FA やったんやなって。山川や和田よりも諸悪の根源であるソフトバンクフロントが責任を取ってないのかな。気持ちは分からなくはないし、別に否定することでもないけど、別に山川が甲斐野に謝ることではないと思う。
山川が謝るのは西武ファンとフロントだけで、ソフバンについては結局取る判断したのは球団だし、人的なごたごたもソフバンがちゃんとしていればよかっただけで、そもそも論で山川が FA しなければって言ってる人もいるけど、道義的にどうなの？置いておけばただの正当な権利行使でしかなく、そもそも論的にはソフバンが取らなきゃよかっただけでしかないんだよな。何でもかんでも山川が悪いはおかしい。まあでも最初に言ったように別に謝罪を否定することでもない。それよりも FA 時に西武にさっさと連絡しとけやって思うが、ファンとフロントにはそもそもごたごたさせたのと、その後の対応はとてもじゃないがほうれん草としてできてるとは言えない上、 FA 行使後もだんまりだったのは謝るべきと思いますよ。普通の社会人ならまず擁護されないよ。買いのに謝らなきゃいけないってことはないけど、まあ道義的に一言あるのはいいんじゃないのって感じだけど、道義を考えたらそもそも西武ファンやフロントに筋通してないお前が何言っとんねんってことだよね。なんかその矛盾した道義心にもやっとする。これに関しては山川が謝罪することじゃないと思うんだけど、山川としてはちゃんと決められた制度を行使して移籍した。報道されている買いのは本当はプロテクトされていたのにっていう話が本当なら、 SB が公式に買いのに謝罪することだと思う。もちろん非公式では謝罪してるとは思うけど。公式の謝罪って何？非公開だと公式にならないの？本人が認めたらそれは公式になるのでは？買いのがプロテクトされていたなら謝罪だけでは済まんけどね。当人同士だけではなく球界全体の大問題だよ。いろいろあったが経緯はどうであれ、山川が買いのに謝る必要はないと思う。今までの FA 選手でも人的保障の選手に一本連絡入れている選手は多いと思う。自分の得た権利を行使しただけなのに FA 選手にこういう心理にさせてしまっている現状ルールが問題だと思う。そもそもで FA 移籍で保証など必要ないと思うのですが、戦力均衡を謳うのであればドラフト指名権でいいと思います。謝罪するくらいなら FA しないでほしい。今しめのために FA したのにその結果で生じたことで謝罪するの意味不明すぎて切れそう。山川が買いのに人的保障の件で謝罪するのは意味がわからん。今回の騒動でやらかしたのは SB のフロントであって選手ではない。まず買いのに謝るべきなのはフロントだろう。山川は山からなりに自分の思いを伝えただけなのにフロント云々言い出すのわけわからん。別の話今度されてもな。謝罪すべきなのは和田なんだけどな。山川はルール通り FA 権を使って移籍しただけ。和田は引退をちらつかせて拒否してるからな。その和田の件は本人も球団も否定しないから、その報道が事実だと思われてるけど、ええんかこれで。移籍するのに詫びを入れざるを得ない風潮は本当によくわからない。ホタカ合格前なんだかな。謝罪してもね、カイノが許しても俺たちライオンズファンは絶対許さない。西武ファンってやたら山川に粘着してるよな。もうすでに西武以外の他球団は鎮火されてるのに、未だに西武ファンだけ山川を叩いてる。もう終わったことなのにどんだけ根に持ってるんだよって。もう世間は許してるから、あとはたくさんホームラン打って日本を沸かせるだけ。頑張れ山川穂高。ベンキファンももう許してる。西武戦でアホみたいに打ちまくったら面白い。西武ファンがこれだけ叩いてるとバチが当たって西武戦だけ打ちまくるってこと普通にありうるな。西武も出ていかれた選手からやたら打たれるからな。山川が西武と関連することがあればあるほど西武ファンからしたら腹立つだけやろ。これに関しては山川選手の知らないところで起こった話。山川選手が謝ること自体が悪いとは思わないけど、甲斐の投手に謝らないといけないのはソフトバンク球団本体でしょ。なんで謝罪するの？ FA で人的保障はどこにでも起こっていること。謝罪するぐらいなら FA 宣言しなければいい。それかよほど後ろめたいことがあるとしか思えない。山川移籍先が西武でごめん。山川しっかりと謝れて偉い。これから好感度上げていかないといけないからな。